佐藤のノブレスは、日本の競争馬である。主な勝倉は2014年の日経新春杯、小倉記念、2016年の中日新聞杯、ナル記念。馬名の由来は、冠名後期の生まれ。8月18日の新潟の新馬戦、芝1800メートルで、単勝を追っ1.2倍の一番人気に支持され、二着馬に、3、4馬審査をつけデビュー戦を勝利した。 自走のイチョウステークスでは2着に敗れる。東京スポーツハイ2歳ステークスでは、コディーノの6着に敗れた。年明け初戦となった、自己条件の椿賞で2勝目を挙げ、札幌賞トライアルの若葉ステークスに出走したが3着に、敗れ札幌賞の優先出走権を得ることは、できなかった。続いて、東京優秀のトライアルレースである、青葉賞に出走したがここでも4着に敗れ、 東京優秀に出走はならなかった。夏に自己条件の品濃川特別に出走するがまたしても2着に、敗れる。秋に入って、菊花賞トライアルの神戸新聞杯に出走。エピファネアの3着に入り、優先出走権を得た。菊花賞では、エピファネアに5馬身離されるも2着に入った。日系新春杯では逃げを打ち、2着馬に離さまで。 詰め寄られるも逃げ切り重勝初制覇を達成した。その後の阪神大賞天は4着に敗れ、天皇賞では8着に敗れた。小倉記念では、中段前目からの競馬で、逃げた名称なるとを直線で差し切り重勝2勝目を上げた。2014年日経新春杯2018年も現役を続行。初戦の金社地賞は二着と、構想するも大阪杯は十五着。 ナルオ記念は5着と制裁を書いた。12月6日付で競争場登録を抹消され、現役を引退。札幌市内の乗馬施設で乗馬となる予定だったが、その後日本啓舎は、協会7子舎馬場で種母馬となることが決まったものの、結局北海道札幌市の桃瀬ライディングファームで乗馬となった。競争成績の出展、ありがとうございます。